ありがとうこんにちは、それでは今回なんですけども、楽天ペイ実質10%還元、牛角やかっぱ寿司などで5%ポイントバック、クーポンと組み合わせればさらにお得ということで、今回は楽天ペイの新たなキャンペーン情報ですね。まあ今からお伝えするキャンペーンはただただ使うだけではなくて、ちょっとしたお得な使い方も含めてサクッとお伝えしていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。 お伝えするキャンペーンはこちらですね。コロワイドグループのお店にて楽天ペイアプリご利用で楽天スーパーポイント5%ポイントバックというキャンペーンですね。今回は視聴者さんからのコメントから教えていただきました。情報ありがとうございます。このコロワイドグループがどんなお店があるのかというのは後ほどお伝えします。 で、このキャンペーンなんですけども、1月の7日からスタートしていまして、2月の7日まで開催中のキャンペーンとなっています。ちなみに参加するためには、専用ページでエントリーが必須となってますので、そこは忘れないようにお願いします。このキャンペーンのちょっとした特徴なんですけども、このコロワイドグループ5%ポイントバックのキャンペーンと合わせて、なんと、現在開催中の期間中全店舗5%還元のキャンペーンと組み合わせて、 得点を受けることができます。これ嬉しいですよね。なので、このタイミングで両方のキャンペーンページでエントリーが完了している状態で対象のお店で楽天ペイで決済をしたら実質10%分のポイントバックを受けることができます。 そして気になるこのキャンペーンの対象店舗なんですが、先ほどから何度かお伝えしているこのコロワイドグループのお店なんですが、今出ているようなお店たちですね。まあ、僕が知っているお店であれば読み上げると、牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、かっぱ寿司、フレッシュネスバーガー、ステーキ、ミアとかですかね。 ちなみにこちらもあります。ちょっと数が多いので読み上げませんが、先ほどお伝えしたお店や、今出ているお店たちで楽天ペイで決済したら実質10%分の楽天ポイントの還元を受けることが可能です。 ちなみに今回のこのキャンペーンで還元されるポイントというのは楽天の期間限定ポイントとなっています。そしてその新定日は2020年の4月以降となっているので、まあ毎度のごとく忘れた頃にふわっと付与される感じかなと思っていたらいいかなと思います。そして一人当たりの上限ポイントは1000ポイントまでとなっています。 で、このキャンペーンの注意点というのは2つありまして、まず赤いところですね。1つ目は楽天ペイアプリが使えるお店ということ。もちろんこれは当たり前ですね。 そしてもう一つ、ここ重要かなと思ったんですけども、商業施設にある対象店舗はキャンペーン対象外ということですね。これは気をつけないといけないですよね。なので、この商業施設というのが、ま、基準が何ともこう言えない感じなんですけども、多分、イオンとかのちょっとした大きなショッピングモールとか、そういうような施設のことを示すと思います。で、それに関してはちょっと公式ページにはあまりこう載ってはなかったです。 ま、一応、キャンペーンの対象かどうかの確認方法として、一番確実なのは、そこのお店の人とかに、その楽天ペイのキャンペーンの対象店舗かどうか、ま、もし知ってれば一番いいんですけどね。なので、それが対象かどうかっていうのを、一度そのお店の人に聞くとか、もしくは、ま、楽天側に問い合わせるとか、そういった方法で、ま、確認するのもいいのかなと思います。以上、この2点については気をつけて、キャンペーンに参加してみましょう。 で、キャンペーンの解説は以上なんですけども、少しこのコロワイドグループのお店について色々とし調べていましたら、ちょっとお得な使い方もありましたので、まあせっかくなのでそちらもお伝えします。それがこちらですね。 アプリのクーポンを使うということです。まあ感の鋭い方ならお気づきかと思うんですが、現在いろんなその LINE とかニュースサイトのアプリで、ちょっとした割引のクーポンというのを誰でもこう無料で使うことができます。まあそれと今回の楽天ペイのキャンペーンを組み合わせれば、ポイント還元プラスちょっとした割引とか特典を受けることができます。まあそちらもサクッと4つ紹介します。 まず最初は LINE のクーポンからですね。まあ LINE はもう結構入れてる方ほとんど多いと思うんですけども、この LINE のクーポン自体は、LINE のアプリを開いて右下にウォレットというところがあるので、ウォレットからその中にクーポンという項目があるので、それをタップしたら、今出てるようなこのクーポン、LINE クーポンの画面というのが出てきます。 で、LINE のクーポンでコロワイドグループでしたら、僕が見る限りはこちらのしゃぶしゃぶ温野菜のクーポンですね。まあ、パッと見た感じは5000円以上で300円引きのクーポンであったり、あとは冬の学割とか、まあそういったようなクーポンがありました。まあこの LINE のクーポンは、l i n e ペイで決済をしないといけないものも中にはあったりするんですけども、まあ特にこの決済の決まりがないものに関しては、他の決済方法でお会計ができちゃいます。次はこちら僕がよく利用するニュースサイトの スマートニュースですね。こちらもクーポンのタブがありまして、まあ、今出てるような画面なんですけども、このスマートニュースのアプリの中には、牛角と、あとは先ほどお伝えしたしゃぶしゃぶ温野菜もあります。しゃぶしゃぶ温野菜は省きまして、こちら牛角のクーポンなんですけども、対象の商品が1皿100円とか200円引きのクーポンという感じですかね。以上がスマートニュースのクーポンです。 次はニュースサイトに関連してグノシーのアプリですね。まあ、こちらでは牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、フレッシュネスバーガーのクーポンが出ていました。こちらが牛角のクーポンなんですけども、若干先ほどスマートニュースとかとはちょっと違いますね。今だと単の割引のクーポンが出ています。 そして最後4つ目はこちらのドコモの D ポイントのアプリですね。まあこちら結構クーポンたくさんありまして、見た感じは牛角、ドマドマ、温野菜、今出てるのはこのカッパ寿司のクーポンですね。まあカッパ寿司はお寿司という結構そのサイドメニューのクーポンが結構出てますね。で先ほどお伝えしたこのドマドマというこの居酒屋の場合は5000円以上のお会計で1000円オフになるクーポンとかですね。以上が D ポイントのクーポンについてでした。 他にもオトクルというアプリとか、あとヤフージャパンのアプリにもクーポンの機能があったりします。まあそんなに大きな差はありませんが、若干そのアプリごとにクーポンというのが少しずつこう違うので、まあそれも楽しみながらお得なクーポンを探して、うまく今回の楽天ペイのキャンペーンと組み合わせて使ってみるのもいいのかなと思います。 一応今回お伝えしたことをまとめるとこんな感じです。コロワイドグループで5%ポイントバックの還元。そして、期間中5%。まあ、期間中楽天ペのどこでも5%還元のキャンペーンと同時に利用が可能ということ。そして、ま、先ほどもちょっとお伝えした注意点ですね。商業施設の店舗はキャンペーンの対象外。そして、クーポンのアプリと組み合わせて使えばさらにお得ということですね。以上が本日お伝えした内容でした。 まあそんなこんなで今回は楽天ペイコロワイドグループのキャンペーンについてお伝えさせていただきました。まあちょっとそのキャンペーンとは外れてしまうんですが、まあコロワイドグループといえばあの牛角の定額食べ放題、1ヶ月牛角放題がめちゃくちゃ話題になっていましたね。ほんとつい昨日か一昨日ぐらいですかね。であのキャンペーンは1ヶ月間飲み放題もしくは1ヶ月間食べ放題とかあったみたいで、その食べ放題プランが始まったらしいんですが、利用する方が めちゃくちゃ殺到したらしくて1日でサービスが終了したみたいですまあ、僕も昨日のネットニュースを見てうわっていう風にちょっとびっくりしましたねまあこの食べ放題プランっていうのが1ヶ月11,000円っていうのが 高いのか安いのかちょっと際どいところではあるんですけどもまあ無類の牛角好きもしくは焼肉大好きな方からしたらとんでもないサブスクリプションサービスかなと思いますまあここ最近はまあ福岡や東京でもランチのサブスクリプションのサービスとかの展開がかなり面白いのでまた機会があれば僕もちょっと利用してみようかなというふうに思っているところではありますちなみにこのキャンペーンの使い方としたらまあ先ほどの楽天編のキャンペーンのうまい使い方としたら昨日 ちょっとあの動画にした D 払いと対象店舗が似てるので、もしランチタイムに D 払いが使えなかったら楽天ペイでそこをうまくカバーするのもいいのかなと思います。一応今回お伝えした楽天ペイのキャンペーンに関する詳細のリンクなど下の概要欄に載せてますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。